更迭した重慶市書記白吉来が行方不明になり、ネット上では取り調べを受けているとの噂が飛び交っています。一方、側近の官僚や左派支持者らも次々粛清され始めています。さらには官僚の外国逃亡を防ぐ措置も取られているようです。更迭した白吉来の行方が謎のままです。ミニブログでは取り調べを受けていると噂されています。北京駐在の香港フェニックステレビの記者さえもミニブログに、どう見ても取り調べはただの噂ではないようだと漏らしました。香港のアップルデイリーは20日、消息筋からの情報として、共産党内部では17日午後、白吉来に対する取り調べの内部文書が通達されたと報道。一方、白吉来のシンクタンクの一人と呼ばれる重慶市共産党委員会の常名常務委員も失踪し、取り調べを受けているとの噂が流れています。また、白吉来支持で有名な左派の学者、芝南氏も、北京での報告会が取り消され、ミニブログの発言も削除されたとメディアにこぼしました。文官には常明、武官には王立軍、経済には江紀範がいると言われた白吉来ですが、今は常明まで取り調べを受け、残る江紀範市長は、党中央を断固として擁護するとの立場表明で、かろうじて官職を取りとどめています。解放軍ハルピン軍事皇帝学院の卒業生で、後に右派にされ、海外に亡命した季行鋒さんは、白吉来の重慶グループは全員粛清されると断言します。接下来你看着这个戏往下怎么演？这次胡锦涛、温家宝采取了个诱捕的手法，让你到北京来开会。共产党从来在私底下动的。他已经把重庆那套班子、薄熙来那套班全部收拾掉了，这边才宣布薄熙来在解职。また、問題のポイントは、重慶グループの失踪ではなく、周永康にまで影響し、江沢民派がドミノ倒しになることだと示します。保证这些人一个一个都会进了共匪的监狱。接下去的话是吧，就是这个周永康，弄不好就是江泽民。所以我说，你们现在关注的。不是现在重庆薄熙来这班人马上哪去了，而是应该关注的什么呢？薄熙来、周永康这条线上有多少人进监狱？白吉来にまつわる事態の発展は、外部の想像をはるかに超え、大勢の官僚が巻き添えになると見られています。近日、重慶日報は、新任の張徳光書記の中央政府擁護を大々的に宣伝し、外交事務部門には、官僚の出国審査への強化を促しています。新唐人テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。